こんにちは。幕末明治大好き歴女のアルマです。東京で新選組の史跡をめぐるシリーズ第2弾、今回は局長近藤勇にゆかりの地を歴史散歩いたします。近藤勇は東京の調布市に生まれ、市ヶ谷の剣術道場市営館の跡取りになります。この市営館に後の新選組の中心メンバーとなる剣士たちが集っていました。新選組としての華々しい活躍をしたのは主に京都になりますが、実は近藤勇が最後を迎えたのも東京だったのです。この動画を楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。皆様のポチに本当に本当に励まされています。それでは早速行ってみましょう。市ヶ谷柳町の交差点から出発です。すぐ近くには都営地下鉄大江戸線の牛込柳町駅があります。江戸時代の末期、この辺りの土地を幕府から配慮していた大名は町人たちに土地を貸し出し、周囲は商店街として発展していました。その一角に天然理心流の道場市営館が設けられ、勇が養子になった近藤家の住居も近くにあったそうです。市営館の詳しい位置には諸説あるようですが、現在は市ヶ谷柳町25番地に新宿区の教育委員会が建てた市営館跡を示す柱が残されています。隣の正一位稲荷神社は創建時代等も不明とのことで、市営館に集まる剣士たちや近藤家の人々を見守っていたのかは分かりません。今は住宅に埋もれていますが、ここで近藤勇や土方歳三、沖田総司など後に新選組の中核を担うメンバーが剣の稽古に励んでいたのかと思うとワクワクしますね。それにしてもこの場所から前回の動画でご紹介した日野宿本陣の佐藤道場まで時には出稽古に行っていたという近藤勇、当時はまだまだ徒歩で移動していたようですから、すごい距離ですね。電車を乗り継ぎ、近藤勇の生家のあった調布市に到着です。今回は西武多摩川線の多摩駅から歩いてみることにしました。現在は東京外国語大学や調布の飛行場、ちょっと先には味の素スタジアムなどのあるエリアです。今は11月の中旬、少しずつ色づき始めた木々も素敵です。せっかくなので武蔵野の森公園の中を歩いてみました。このエリアは昭和の初期に東京調布飛行場として開拓され、その後は陸軍や米軍の管理を経て今の公園の姿になったそうです。公園を抜けて瞳街道沿いを進みます。ちょうど三鷹市と調布市の境のあたり、野川公園の入り口近くに近藤勇の生家跡が残されています。あ、新選組の旗らしきものが見えてきました。近藤勇の生家跡に到着です。近藤勇は1834年ここで豪農宮川家の三男に生まれました。後に市営館を運営する近藤家の養子になったため近藤勇として知られています。こちらの井戸は近藤勇の時代からそのままに残されているそうです。当時の多摩は幕府の直轄地で、他の大名領に比較すると年貢率も低い傾向にありました。また農家の自治もある程度認められていたようで、勇の生まれた頃の宮川家は2000坪を超える屋敷を構えていたそうです。
案内板に当時の様子が残されていました。ちょっと色あせてしまって見にくいのですが、立派な門と複数の建物があります。豊かな暮らしをしていたことがうかがえますね。だからこそ剣術に打ち込み、学問を身につける余裕もあったのだと想定されます。残念なことに聖火は1943年陸軍調布飛行場から飛び立つ戦闘機の妨げになるとの理由で取り壊されてしまいました。隣の金堂神社は1926年に東京一円の軍人たちによって建てられたものです。人見街道を挟んで斜め向かいに天然理心流道場初雲館があります。初雲館は近藤勇の甥で婿養子の近藤雄五郎が1876年に開いた道場です。この建物が当時のものかどうか、私有地で見学ができないため詳細は分かりませんが、なんだか雰囲気がありますね。初雲館から歩いて3分程度、宮川家の菩提寺龍源寺に向かいます。近藤勇は私営館の仲間とともに京都警護の浪士隊募集に応じて京都に向かい、京都守護職松平肩盛の下で活動を始めました。龍源寺の門のそばには近藤勇の胸像と、このお寺に墓所のあることを示す石碑が立っています。近藤勇は新選組の名前をもらい、池田屋事変などの活躍が認められると、ついに幼少期からの憧れであった武士の身分を手に入れます。幕府の代表者として要人との交渉にあたるなど、勢力を拡大する薩長並びに尊王派を排除しようと働きかけました。近藤勇は王政復古の大号令の後も京都にとどまり、公卿らの説得にあたりますが、その最中以前に新選組と袂を分かち、リーダーの伊藤貸太郎を殺された恨みを持つ御両絵寺に狙撃され、肩を負傷したことで大阪城での療養に入ります。そのため鳥羽伏見の戦いでは副長の土方歳三が新選組を率いて戦いました。しかし敗戦を重ね、江戸に戻って体制を立て直すも、ついに1868年4月3日千葉の流山で近藤勇は新政府軍に捕獲されます。大久保大和の名を語り、なんとか処刑を免れようとしますが、新政府軍側にまたまた近藤勇に恨みを持つ元御両絵師がいました。ついに大久保大和が近藤勇であることがバレてしまいます。御両絵師の恨み、いや伊藤貸太郎の恨みでしょうか。恐るべしですね。近藤勇は新政府軍の総督府が置かれていた板橋に連行され、4月25日に斬首されました。首は京都の三条河原で晒され、その後の行方は不明です。体は一度は処刑場の近くに埋葬されましたが、肩に残る銃創を頼りに親族が探し出し、この地に改装したと伝えられています。ここには実際に首のない遺体が埋められているそうで、骨格や少年期に骨折した痕跡など、近藤勇にまつわるエピソードにも一致するとか。ちなみに近藤勇の首は腐敗を防ぐためにアルコール漬けにされて京都まで運ばれたそうです。最後は近藤勇の処刑された板橋の地を訪れました。都営三田線の板橋区役所前駅の近く、旧中山道沿いの宿場町として栄えた板橋宿の一角に、連行されてから処刑までの期間、近藤勇の身柄が預けられた
和氣本陣豊田家のあったことを伝える記念碑が残されています。最後の日々をどう過ごしたのか諸説ありますが、豊田家の孫たちと遊ぶなど穏やかな時間を過ごしたというエピソードも残されています。処刑の当日は籠で和氣本陣豊田家のあたりから JR 板橋駅近くの処刑場所まで護送されました。今当日に通ったと思われる護送ルートを実際に歩いています。近藤勇は武士としての名誉を守る切腹ではなく斬首という形で処刑されることになります。これは坂本龍馬の暗殺が新選組の仕業であると決めつけた土佐藩士谷立樹の強い主張によるものだったそうです。土方歳三は盟友近藤勇の除名嘆願に奔走しますが、あと一歩のところで間に合いませんでした。近藤勇は状況に抗うことなく、一緒に捕獲された部下たちの除名を願い自制の雲をしたためていました。首が切り落とされる直前には長々とご厄介に相なったと見物人にも聞こえるほどのはっきりとした口調で役人たちに礼を述べたと言われています。 JR 板橋駅に到着です。近藤勇の処刑が行われたのはちょうど駅前の一角だったそうです。板橋刑場などと呼ばれることもあるようですが、近藤勇の処刑のために一時的に刑場が設けられたのだとか。道を挟んだ向かい側に近藤勇の墓所があります。処刑の後首は京都で晒されますが、胴体はこの辺りに埋められました。それを親族が掘り起こして先ほどの龍源寺に改装したと伝えられていますが、実はそのまま残っているという説もあります。ともかく一度はここに埋められたため当初の墓石として使われたという石が残されています。ここにも首のない骨が埋葬されているようですが、他にも処刑が行われていた可能性もあり別の罪人のものかもしれません。石碑は1876年明治維新を生き抜いた新選組大使二番隊組長の長倉新八が発起人となって、近藤勇や土方歳三を含む殉死した新選組大使を供養するために建てられました。新選組を祀る供養碑としては最も古いものだそうです。石材は長倉新八自身が選び、大事はかつての雇い主旧会津藩主松平容保に依頼したそうです。甲州勝沼の戦いの後は別々の道を選んだ長倉新八ですが、新選組という絆が消えることはなかったんですね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。これからも皆様に関心を持っていただけるような歴史散歩の動画を配信してまいります。お楽しみに。